今月26日から道東の八臼別演習場で予定されるアメリカ海兵隊の実弾射撃訓練について地元自治体らが安全対策を北海道防衛局に求めました。アメリカ海兵隊の実弾射撃訓練は沖縄の負担を軽減するため全国5カ所の演習場に分散し実施されています。道と地元の4町は2013年に演習場の外へ着弾したことから今年の訓練を前に安全対策の徹底や訓練内容の事前説明などを北海道防衛局に求めました。訓練は今月26日から来月7日まで行われます。